独立行政法人種類総合研究所は、広島県東広島市にある財務省所管の独立行政法人。種類に関する研究機関である。期限は明治時代に設立された国立醸造試験所である。日清戦争後の軍備拡張と官営企業への財政支出増に対応するため増税を実施したが、食産工業として 高工業などと並んで醸造業の発展も積極的に支援し、微生物学に基づいて日本酒の品質の安定と向上を図るべく、大倉省の管轄下に1904年に醸造試験所を設立した。近代以前は、いわゆる科学的再現性が醸造業において大問題であった。例えば、仮に良い酒ができても同じものをまた作るということが不可能に近く、 偶然性に頼らなければならなかったが、官営の醸造試験所により、工業化が進み、生産性、品質が格段に向上する結果をもたらすことが期待された。1909年には、ヤマハイを開発。1910年には、即上を考案した。1911年には、第一回全国新種鑑評会を開催する。 種類以外でも1913年には醤油の醸造講習を始めた。太平洋戦争が激化してくると組織の縮小が図られ、1943年には大倉省主税局醸造技術課へまとめられた。それ以後は大倉省や国税庁の管轄下に様々な変展を経た末に、2001年4月以降は独立行政法人種類総合研究所として、 全国新種鑑評会を開催する。東京都北区滝野川の建物も現存し、手造技術の講習会などで使用される。データは2019年4月1日現在。ありがとうございます。